はいどうも、おもむきゼロの京都人生ロリータカユキです。お願いします。というわけで今日もフットボールマネージャー2023やっていきたいと思います。で、今日なんですけど、今日から新章ということで新しいシリーズをやっていこうと思うんですけれども、それがこちら、最強のセミプロクラブで天皇杯優勝を目指すということで、まあ、皆さんご存知、ホンダ FC。J リーグが好きな人やったら、一回は名前を聞いたことがあるチームって言っても過言ではないチームよね。まあ静岡県浜松市を本拠地として JFL に所属している社会人サッカークラブなんやけれども、まあ経歴がすごい。そして天皇杯での躍動、セミプロクラブ最強と言われるゆえんの一つやと思っていて、そこに重点を当てた実況をやっていけたらなと思っております。まあここ数年やとね、天皇杯結構ジャイアントキリングも多い中で、去年とかはヴァンフォーレ甲府が J2 ながら優勝してたり、いろんなチームがね躍進を遂げている中で、やっぱりその発端となったクラブっていうのがホンダ FC やし、 JFL のチームながらベスト8とかベスト16とかにどんどん入っていってるっていうのは、何か持っているものがあるなって思ったので、まあここね一度はやってみたかったカップ戦、下のクラブの下克上っていうのをね楽しんでやっていけたらなと思っております。じゃあまずは若干ホンダ FC のクラブについていろいろと話していけたらなと思うんですけれども、なぜホンダ FC は J リーグ参入をしていないのかっていうところなんやけれども、過去にね一応 J リーグ参入の構想があったみたいで、1993年の J リーグが開幕した年から3年間 J リーグ参入に向けた動きを見せていたんよね。1996年にはヴィッセル神戸とかサガン鳥栖、そしてコンサドーレ札幌といった、まあ、J リーグ参入を目指すクラブたちと戦う JSL やね、リーグ戦を制し優勝したんよ。ここから J リーグへの扉が開かれたって思ったんやけれども、当時はねホンダ FC とかの産業市場がだいぶ不況ということもあって、地元の浜松市内でホンダサッカー部の J リーグ参入に否定的な意見が多かったらしいよね。でその影響で最終的に時期が悪いっていう判断をして撤回で、1999年に J2 リーグが開催されるっていう状況の時も、この1996年の時期が悪いっていう判断でプロ契約の選手を減らして、選手全員がねホンダの社員として仕事もサッカーもするアマチュアチームへと移行していっている時間帯やったので、ここでの参入も断念ということで、そこから J リーグ参入っていうのを諦めて完全なアマチュアチームへと移行したっていう感じの概要があるらしいね。そしてそのアマチュアチームへと移行していった中で、ホンダFC はアマチュアの最高カテゴリーである JFL でずっと戦っているクラブとして君臨、まあ、J リーグ参入をね本格的に目指してプロクラブとして戦っているチームを相手に、上位に入ってくるチーム力とか優勝を成し遂げるチーム力の高さから、 J への最後の門番っていう異名も持たれているっていう感じやね。でその経歴として、やっぱりリーグが再編された1999年から2022年までの大会で9回の優勝、そして5度の準優勝、まあリーグ戦2位やね。なので実質2シーズンに1回くらいは2以上を確定させてるんよね。まあ JFL のタイトルを最も獲得しているクラブっていう感じやね。ただそれだけでチームが J リーグサポーターのほとんどの人が知っているようなクラブになるとは思えないんですよね。でここからがこの動画のタイトル、最強のセミプロクラブで天皇杯優勝を目指そうやっていこうと思った理由なんですけれども、ホンダ FC はまあこの JFL の強さから天皇杯でもジャイアントキリングをするクラブとして毎年注目されているんですよね。で最初に注目されたのが2007年やね。天皇杯2回戦で東京ヴェルディと対戦して延長戦の末1対0で勝利。まあここら辺のね2回戦っていうところやと、1回ジャイアントキリングするみたいな感じのは昔からあったから、そこまで注目されてなかったんやけれども、続いての3回戦、今度は柏レイソルを相手に3対2と打ち合いを制して勝利。続いて4回戦のベスト16では名古屋グランパスを相手に2対0で勝利と、ここでベスト8進出をしたんやね。これでかなり注目度が上がったし、ホンダ FC どこまで行くんやっていうね話題がすごく大きかったイメージやね。でベスト8に進出して、準決勝がかかった試合で鹿島アントラーズと対戦、延長戦の末1対0で鹿島が勝利して、ホンダ FC の2007年の躍進はここで終わったものの、セミプロクラブが J リーグのクラブを相手に3回勝利して、
ベスト8まで勝ち上がったっていうことで注目されるようになったよね。で、そこからまあ時は過ぎていって、2016年にもベスト16を進出。2019年にはまたもベスト8に名を連ねるんよね。ここでは2回戦でコンサドーレ札幌、3回戦で徳島ボルティス、4回戦で浦和レッズを相手に勝利してベスト8に進出が決まった中で、2007年に準決勝をかけて戦った鹿島アントラーズとまた激突。ここでもね、前線はしたんやけれども1対0で敗戦。2度目の準決勝進出を狙うものの、またも鹿島に阻まれることになったんよ。で、その翌年の2020年もベスト8に進出することにはなったんやけれども、このシーズンはねコロナの影響もあって変則的なシーズンっていうことで、準々決勝までは JFL 以下に所属しているクラブのみで戦って、ベスト8、準々決勝のところから J1 の成績上位2チームと J2 と J3 の成績上位1チームが出場するっていう特別なシーズンとなってました。まあでもね、アマチュアクラブだけの大会っていう感じがベスト8までは行われていたんやけれども、その中でもねしっかりと勝利を積み重ねていってたっていうのは、やっぱり力のあるクラブやなと思うし、アマチュア最強って言われるゆえんやなっていうのを感じるようなね、2020年の戦いでしたよね。で、今年の2023年の天皇杯では2回戦でね鹿島を相手に0対3、まあ現実の方では可能性がなくなった本田 FC を率いて天皇杯優勝を狙っていくっていうのが今回の実況の目的ですね。というわけで、まあ少し本田 FC についていろいろと話していったんですけれども、まあ実況1年でね天皇杯優勝できるとは俺も思っていないんですよね。基本的にはこういうさ、フットボールマネージャーってなったら1年間の間にリーグ戦があって、天皇杯っていうカップ戦が控えているっていう感じにはなるんやけれども、まあこの JFL っていうところはそこまで重点を当てずに天皇杯にのみ重点を当てる、すごくコンパクトな実況にしようかなと思っているので、まあほとんどのシーズンがこの天皇杯のために戦うっていう感じやね。2023年のシーズンが終わって2024年とか25年とか、正直1年で天皇杯優勝できると思っていないので、とりあえず10年くらいねこの天皇杯のためだけに JFL を回しまくってチーム力をつける。もちろん J3、J2、J1 っていう上のカテゴリーのチームもあるから、選手の引き抜きとか入れ替わり、まあ年による引退とかもあって選手自体は変わっていくとは思うけれども、そういうところもねこの JFL のクラブ、セミプロクラブの楽しみやと思っているので、難しい状況やけれども10年間の間で天皇杯優勝を狙っていくようなクラブ、まあ下克上を上げれるように戦っていけたらなと思います。とまあこんな感じがこの最強のセミプロクラブで天皇杯優勝を目指すっていう動画の概要にはなるんやけれども、やっぱりこのリーグ戦っていうのは本田 FC が一番強いと思われて戦っているんよね。なので選手においては、まあ、若干の有利があると思うよね。やけれども今回の目的は J1 とか J2 そして J3 のチームを倒していくっていうのも目的の一つに入っていくので、戦術画面ちょっと見ていってもらうんですけれども、基本的にはカウンタースタイルを習熟させていって、しっかりとした守備から1点2点を狙っていくっていう感じの戦い方でやっていけたらなと思ってるんですよね。でまあ本田 FC のイメージ、俺は4-4-2のイメージやってんけれども、4-4-2で戦っていくってなると、まあサイド攻撃を重視してみたいな感じの戦い方にはなる。まあそんな中でもちろん JFL を戦っていくっていう感じだと、選手の能力を活かしてサイドから攻撃をどんどん仕掛けていって得点を狙っていくウィングスタイルとか、シンプルにポゼッションをコントロールさせていって圧倒的な支配率からゴールを狙っていくポゼッションサッカーとかもやっていこうかなっていうのがあるんやけれども、 JFL 優勝っていうのは今回の目的ではなくて、やっぱり天皇杯優勝、もちろん JFL を優勝するようなチーム力がないと天皇杯優勝はできひんと思うけれども、普段からこういうカウンターのサッカーをすることによって J1、J2 のチームと戦った時により強さを発揮できるんじゃないかなと思ったので、基本的にはこういうカウンタースタイルの戦い方でやっていけたらなと思っております。でまあ俺ねこの辺の選手全然わからへんねんけれども、まあある程度の能力とかを見てこういうスタメンがいいんかなとか、名前聞いたことある選手は多いよね。天皇杯で結構活躍してるイメージがあるのがこのコーダマレオン選手、まあ本田 FC の契約でも重要な選手っていうところに入っていたし、フィジカルの能力も結構高くて決定力と冷
SS さんも11-11と、まあ JFL の選手としては十分すぎるような能力やと思うし、ここの経歴データを見ていくと、まあやっぱりコンスタントにゴールも奪えている。2018年に加入してから5年間で111試合36ゴール。十分やなと思うし、今後もエースとして引っ張っていってくれるんじゃないかなと期待している選手ですね。で、個人的に注目しているのが、ここの鈴木選手やね。鈴木陸選手かな、これは。23歳と、まだ若い選手なんやけれども、まあ中盤で、パス能力も高くて、ファーストタッチもあって、まあドリブル能力は若干低めに設定されてはいるものの、運動量と視野もある。中盤を担うには十分すぎる能力を持っているかなって思っているので、成長っていうところも加味しながら、ここはリーグ戦とかも出場させていってあげたいなっていうのがあるかな。ただこういう選手に限ってね、J3 とか J2 のチームに引っこ抜かれたりするので、そこら辺はね、どうなっていくのかっていうところも注目かな。とまあこんな感じかな。個人的にはね、まあリーグ戦を通してどんどん選手のことは知っていけたらなと思ってるし、裏での戦いにはなっていくんやけれども、リーグ戦、天皇杯はね、しっかりとスポットライトを当てて試合楽しんでいけたらなと思っております。というわけで、まあチームについてとかいろいろ話していったんですけれども、さすがにね、今回いきなり天皇杯っていうところになると、JFL の試合9、10、11、12試合くらいやってからっていう感じにもなるので、 JFL の開幕戦やね、アウェイやけれども、ここの試合をピックアップして、このパート1は終わりにしようかなと思っております。まあ結構長めに話しているっていうこともあるので、早速ね、ミオ・ビワコ戦を見ていってもらって、ホンダ FC がどんな感じのチームなのか、どんな試合を見せてくれるのか、まだ全然分かってはいいひんねんけれども、みんなと一緒にね、見ていけたらなと思います。じゃあ早速 JFL の開幕戦、ミオ・ビワコ戦を見ていってください。どうぞ。JFL の開幕戦、ミオ・ビワコ滋賀 VS ホンダ FC の試合をお届けします。両チームのスタメンはご覧の通りとなっています。ホームのミオ・ビワコは 4-4-2 のフォーメーションでやってきました。対してホンダ FC は 4-3-3 でアウェイの地に乗り込んできました。エースストライカーの小玉、そして両ウィングの佐々木、岡崎の攻撃陣に注目が集まります。前半5分、ホンダは左サイドから攻撃を仕掛けていきます。三浦がドリブルでエリア深くまで運んでいき、岡崎にパス、軽く仕掛けてクロスに佐々木がヘッド、決まった。先制点を奪ったのはホンダ FC。 見事なサイド攻撃から最後は中央に入り込んでいた佐々木が頭で決めて1-0、幸先のいいゴールで試合を動かします。前半21分、ホンダは最終ラインの鈴木から前線にフィード。これが岡崎の足元に入って上がってきた三浦にパス。そしてクロスを佐々木が落として、最後は小玉がシュート。しかし枠を越えていきます。前半31分、ホンダはまたも左サイドから攻撃を展開させていきます。岡崎、清水、三浦とつながり、エリア内で倒されてホイッスル。PK を獲得します。そしてこの PK を蹴るのはボランチの清水、助走からシュート。決まった。しっかりと決めて2-0とします。前半37分、滋賀はフリーキックのチャンスから菊島がヘッド。これはクロスバーに阻まれます。前半46分、ホンダは最終ラインの岸田から前線にフィード。これで抜け出した小玉がエリア内からシュート。こちらもクロスバー。後半6分、滋賀は左サイドから中盤の中野にパスを通します。軽く運んで右サイドに展開。庄司のクロスボールに坂本がヘッド。決まった。ここで滋賀がゴールを決めて2-1。左サイドから右サイド、そしてもう一度左の坂本が最後は仕留めて1点差とします。後半8分、ホンダは自陣でボールを回していくと、岸田が前線にフィード。これを小玉がトラップで相手をかわし、エリア内に持ち込んでシュート。決まった。またもセンターバックの岸田から小玉にボールが通っていきました。見事な胸トラップでエリア内に持っていき流し込み、3-1とします。後半23分、ホンダまたも高い最終ラインでボールを回していくと、清水が受けて前線にフィード。これで抜け出した小玉がエリア内からシュート。決まった。3点目と同じような形からまたもゴールが生まれました。ワントップの小玉がまたも裏への抜け出しからネットを揺らし、今日2点目を奪い、4-1とします。そして試合終了。 JFL の開幕戦をホンダ FC が4-1で勝利。ロングフィードを中心とした中央攻撃とサイド攻撃を使い分け、アウェーで勝ち点3を獲得しています。というわけで、見ていてもらった通り、開幕戦ミーヨ・ビワコ戦は4-1でホンダ FC が勝利ということで、まあ上々の立ち上がりやね。無失点で終わらせることはできひんかったけれども、攻撃陣4点取ってくれたのは大きかったし、エースストライカー、ワントップの位置で起用していた小玉選手が2ゴール。開幕戦、
今シーズンの最初のゴールを挙げたのは右ウィングで起用した佐々木選手ということで、まあ十分すぎる開幕戦やったんじゃないかなっていうのがあるかな。まあ後半の立ち上がりにね、坂本選手に1点決められて、どうなるかなとは思ってたんやけれども、しっかりとチームがその後追加点を取っていってくれたっていうのは大きかったね。で、まあこんな感じでね、JFL スタートしていってるんですけれども、開幕戦勝利したのが6チームいたね。ラインメール青森、ホンダロック、クリアソン新宿、ソニー、マルヤスっていう感じやね。まあ JFL に関してはね、そこまで大きく話していこうっていう気持ちはこの実況ではないので、また他の機会でね、 JFL からどんどんステップアップしていく動画とかも作れたらなと思っているので、また別の機会で触れていくっていう感じにはなるかな。まあとりあえず開幕戦っていうところと、ホンダ FC のウイジン公式戦のそういうところもあったので、今回はねこのミヨ琵琶湖戦をね見ていってもらったんですけれども、次のパートやね、日程見ていくと天皇杯の1回戦がね決まったんですよね、相手なので、そこをお伝えしていきたいと思います。はい、天皇杯の1回戦相手になったのはギラバンツ北九州ということで、 J3 のチームが相手になることが決まりました。まあ JFL ね、この間にブワーって何試合もあるので、ここの間に戦術面そして連携面とか整えながら、まずは1回戦戦っていきたいなと思ってるし、アウェーなんよね、三国ワールドスタジアム北九州、ここでの戦いっていうところに次のパートは焦点を当てていきたいなと思ってるし、まあ1回戦他のカードとかも見ていくと、はい、まあやっぱり基本的には J3 のチームが1回戦は参戦するっていうことで、2回戦以降からね J2 とか J1 のチームも入ってくるんやけれども、今回はまあ少しブロックとしては嫌なブロックに入っちゃったなっていうのがあるかな。 JFL チーム同士の対決とか、関西勢と JFL が戦う、まあ地域リーグと JFL のチームが戦うっていうところもある中で、ホンダ FC は J3 の北九州と対戦っていうところ、この1回戦まずは正念場かなっていう感じがあるし、北九州に関してはね J2 でも戦ったことのあるチームっていうこともあるから、少し難しい戦いにはなりそうやけれども、全力を落としてね戦っていけたらなと思っております。はい、というわけで今回はねパート1ということで、スミプロクラブで天皇杯優勝を目指すっていう概要と、その主人公となるクラブホンダ FC についていろいろと話していきました。そしてね、まあ、JFL の開幕戦もおまけで見ていってもらったんですけれども、ここから、まあ、1年っていう区切りはすごく早い区切りで終わっていくと思うんやけれども、天皇杯でのね躍進、そういうところを見ていってもらえたらなと思います。パート1以降パート2パート3とどんどん上げていく予定なんですけれども、まあ、1年のスパンが結構長いということで、1週間に1回動画を上げられるかっていうところは微妙なんですけれども、できるだけね短いスパンで動画を上げていけたらなと思っているので、早かったら1週間に1回、もしかしたら2週間に1回くらいにはなると思うけれども、どんどん天皇杯で戦うホンダ FC を見ていただけたらなと思います。じゃあ今回はこれくらいで終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。